音陽道、音陽道、陰陽道、陰陽道、音陽道は、音陽料で教えられていた、天文道、歴道といったものの一つ。これら道の故障は、大学寮における儒学を教える、明行道、律料を教える、明暴道等と同じで、国家機関の各部署での技術一般を指す用語であり、思想内し宗教体系を指す用語ではない。古代の中国で生まれた、 自然哲学思想、音苗古行説を起源として、日本で独自の発展を遂げた呪術や戦術の技術体系である。音苗道に携わる者を音苗師と呼んでいたが、後には音苗寮に属しろく、水の絵進化を使って、占いをし、除災のためにお祓いをする者すべてが音苗師と呼ばれるようになった。音苗師集団を音苗道と呼ぶことがある。 かつては専門の研究者によっても音妙化の思想が日本に伝わったものが音妙道であると説明されてきた。しかし中国では音妙化の思想は儒教や道教などに吸収されて日本の音妙道に相当する独自の体系は発達しなかったとされている。そのため近年では音妙古行説が自然界の万物は影と日の二期から生ずるとする。 陰量思想と万物は木、火、土、金、水の五行からなるとする五行思想を組み合わせ、自然界の陰量と五行の変化を観察して、随章、最悪を判断し、人間界の喫凶を占う実用的技術として、日本で授容され、中国の戦術、天文学の知識を消化しつつ、神道、道教、仏教などからも様々な影響を受け取って、 日本得意の発展を遂げた結果誕生したものと考えられている。すべての事象が音陽とき、火、土、金、水の五要素の組み合わせによって成り立っているとする中国古代の夏、陰王朝時代に始まり、周王朝時代にほぼ完成した音陽古行思想、ないしこれと密接な関連を持つ天文学、歴学、疫学、時計などは、 5世紀から6世紀にかけて、飛鳥時代、遅くとも、九太らから、五教博士が来日した512年、慶大天皇7年内氏駅博士が来日した554年、金明天皇15年の時点までに、中国大陸、五官、東官、隋から直接、内氏朝鮮半島西域、高栗、九太ら経由で伝来した。5世紀から6世紀頃、恩明五行説が、 仏教や儒教と共に日本に伝わった時、音量古行説と密接な関係を持つ天文、歴数、時刻、駅といった自然の観察に関わる学問、戦術と合わさって自然界の随章、最悪を判断し人間界の吉凶を占う技術として日本社会に受け入れられた。このような技術は当初は主に漢文の読み書きに通じたトライ人の僧侶によって 単でていたが、やがて朝廷に奉仕する必要から俗人が行うことが必要となり、7世紀後半頃から陰陽師が現れ始めた。7世紀後半から8世紀初めに、律令制が敷かれると、陰陽の技術は中塚左将のもとに設置された陰陽寮へと組織化された。陰陽寮は配下に、陰陽道、天文道、歴道を置き、それぞれに、筆祥の判断。 天文の観察、暦の作成の管理を行わせた。また、例では、僧侶が天文や再遺書を解くことを禁じ、音明師の国家管理への独占が図られた。平安時代以降は、律令制の士官と藤原氏の対等につれて、形式化が進んだ、宮廷社会で高まりつつあった音霊に対する、五霊信仰などに対し、音明道は、戦術と呪術をもって、 差意を回避する方法を示し、天皇や公家の私的生活に影響を与える指針となった。これに伴って、恩苗道は、宮廷社会から、日本社会全体へと広がりつつ一般化し、法師、恩苗師などの手を通じて民間へと浸透して、日本独自の展開を強めていった。日本の恩苗道は、恩苗道と同時に伝わってきた道教の法術に、由来する方がえ、片タがガ 物意味、変売、呪術的な足遣い、歩き方などの呪術や、大山不訓祭などの道教的な神に対する祭礼、さらに土地の喫境に関する風水説や、美術の一種であった、呪言道なども取り入れ、日本の神道と相互に影響を受け合いながら、独自の発展を遂げた。八世紀末からは、密教の呪法や密教と共に新しく伝わった、先生術、祝用道や、 戦術の影響を受ける。十世紀には、恩明道、天文道、歴道いずれも極めた、カモノ・タダユキ、カモノ・ヤスノリ氏が現れ、その弟子から、恩明道の戦術に卓越した才能を示し、宮廷社会から非常に信頼を受けた、安倍の生命が出た。タダユキ、ヤスノリは生命に、天文道、ヤスノリの国王へに歴道を伝え、平安末期から、中世の恩明道は、 天文堂、歴道を完全に取り込むとともに、天文堂の安倍氏と歴道の鴨野氏が二大宗家として、独占的に支配するようになった。安倍氏、鴨野氏による恩明堂の支配が確立したとはいえ、その内実は複雑であった。朝廷、院の公家ごとのみならず、摂関家から地下管理の指示まで宮廷社会における恩明堂に対する需要は、 陰性期もも高く、恩苗量、官人恩苗誌の充実に伴って、安倍氏、鴨野氏は、複数の流に分立した。彼らは朝廷に対して、恩苗道、天文道、歴道に関する業務を一族として受け負っていた、漢衆家お制が、一方で、安倍氏、鴨野氏の内部においてもそれぞれの着流や恩苗量の地位をめぐる争いを激化させる。こうした中で、平安時代末期から、 鎌倉時代初期になると、鴨の財県、財政府氏や鴨の家重、安倍安地下、安倍春道、安倍広本などが活躍した。彼らは、石管家や鎌倉幕府と結びつき、中には、安倍国道のように鎌倉に下って幕府に直接、奉仕する人々、関東音名、鎌倉音名氏もいた。室町時代に入ると本来下級貴族の家柄であった安倍氏の着流は、 他の一族を圧倒して苦行に劣することのできる家柄へと昇格していった。中世には安倍氏が恩苗領の長官である恩苗頭を世襲し、鴨の氏は時間の恩苗助としてその家風に立った。戦国時代には鴨の氏の本家であった壁の工事家が断絶、歴道の支配権も安倍氏に移るが、安倍氏の宗家土見か土家も戦乱の続く中衰退していった。 一方、民間では、室町時代頃から、恩苗道の浸透が、より進展し、占い師、祈祷師として、民間恩苗師が活躍した。幕藩体制が確立すると、江戸幕府は、恩苗師の活動を統制するため、土見家家と鴨野氏の文家公徳池家を再興させて、諸国恩苗師を支配させようとした。やがて、土見家どが、孔徳いい家を圧し、 17世紀末に土見門家は民間の恩明師に免状を与える権利を獲得して全国の恩明道の支配権を確立した。江戸時代には恩明道はもはや政治に影響を及ぼすことはなくなったが民間で暦や法角の喫境を占う民間信仰として広く日本社会へと定着したがその活動は騙し物と扱われたものも非常に多く 後の占い禁止につながるものである。それらを、昭文史と呼び、死の交渉に該当しない、身分の低い専門として扱われた。明治維新後の1872年、明治5年に至り、新政府は、恩苗道を名神として廃止させた。現在には、土見門家の開いた天社土見門神道と、高知県上郡物部村、現在の道県上市に伝わる伊沢梨流除けば、 暦などに名残を留めるのみである。音名堂の神々は複数の役割を持つために以下のカテゴリー分類中には同神名が重複して登場する。八章神楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。